ハーティントン公爵夫人、キャスリーン・アグネス・キャベンディッシュは、アメリカ合衆国出身のイギリスの社交界の名士である。ジョン・ F ・ケネディ大統領の妹、ロバート・ F ・ケネディ上院議員、エドワード・ケネディ上院議員の姉であり、第10代デボンシャー公爵の後継者である、ハーティントン公爵ウィリアム・キャベンディッシュの妻である。父が中英大使を務めていた間に、 キャスリーンはロンドンの社交界で多くの友人を作り、1938年のデビュータントと呼ばれていた。そして、ハーティントン公爵と恋愛関係になり、1944年5月に結婚した。しかし、そのわずか4ヶ月後に、ハーティントン公爵はベルギーで戦死した。その後、第8代フィッツ・ウィリアム伯爵と恋愛関係になったが、1948年、 二人で南フランスへ休暇に向かう途中で飛行機事故に遭いなくなった。キャスリーン・アグネス・ケネディはマサチューセッツ州ブルックラインでジョセフ・ P ・ケネディシニアとローズ・ケネディの4番目の子供として生まれた。彼女はその抑制の効かない性格からキックという愛称で呼ばれていた。キャスリーンは兄のジョン・ F ・ケネディと特に仲が良かった。他の兄弟には ジョセフ・ P ・ケネディ・ジュニア、ローズ・マリー・ケネディ、ユーニス・ケネディ・シュライバー、パトリシア・ケネディ・ローォード、エドワード・ケネディ、ロバート・ F ・ケネディ、ジーン・ケネディ・スミスがいた。キャスリーンは、ニューヨーク市ブロンクス区のリバーデール地区にある、リバーデール・カントリー・スクールで教育を受けた。その後、コネチカット州のロトンのノロトン・コンベント・オブ・ザ・サクレット、ハートや、フランスのヌイにある、 ホーリーチャイルドコンベントにも通っていた。ケネディ家の娘たちは、息子たちのように政治的野心を持つようには、育てられなかったが、父親の経済的、政治的な強力なコネクションと影響力のおかげで、同じように多くの教育的、社会的な機会を与えられた。父の中英大就任により、一家でロンドンに居住したこともその一つである。子供の頃のキャスリーンは、 運動神経が良く、兄弟と一緒にフットボールをしていた。彼女の明るさと元気の良さから、多くの男性が交際を申し込んだ。その中には、ジャックの親友もいた。キャスリーンは当初、リバーデイルカントリースクールに通っていたが、母親は、彼女が男性に注目されることを認めず、女子校であるノロトンコンベント・オブ・ザ・サクレット・ハートに転校させた。 やがてキャスリーンはデートを重ねるようになり、W.R. グレース社の相続人である J.P. ターグレースと初めて真剣に交際するようになった。1938年、フランクリン・ルーズベルト大統領が父、ジョセフを中英大使に任命し、一家でロンドンに居住した。このことはキャスリーンのその後の人生に大きな影響を与えた。ロンドンのクイーンズカレッジで教育を受け、 イギリスの上流社会で男女を問わず幅広い交友、関係を築いていった。デイビッド・ロックフェラーと交際し、シャーロット王妃の舞踏会でデビューした彼女は、イギリスのメディアから、1938年のデビュー担当と評された。1939年9月に、ナチスドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発した時、キャスリーンは、友人のジェニー、 ケニー・ヨンス・レーニーと共に南フランスに滞在していた。二人は急いでイギリスに戻った。ケネリケはジョセフとローズマリーを救うためにアメリカに戻った。イギリスで多くの友人ができ、イギリスを気に入っていたキャスリーンは危険が迫っているにもかかわらず、ロンドンに残りたいと両親に懇願した。しかし、父はそれを断り、1939年の初秋に、 キャスリーンを帰国させた。アメリカ帰国後、キャスリーンは一時的にフィンチ大学に入学し、その後フロリダ商業大学に転校した。学業の傍ら、アメリカ赤十字社でのボランティア活動も始めた。1941年、キャスリーンは退学を決意し、ワシントンタイムズ・ヘラルド紙のエグゼクティブエディターである、フランクウォルドロップのリサーチアシスタントとして働き始めた。 その後、コラムを寄稿していた、インガールバードとチームを組み、やがて自分のコラム連載を持って、映画や演劇を批評するようになった。結婚式にて、左から、デボンシャー公爵夫人、ハーティントン公爵、キャスリーン、ジョセフ・ピー・ケネディ・ジュニア、デボンシャー公爵1943年、キャスリーンはイギリスに戻る方法を模索し、赤十字社が設立した軍人のための施設で働く。 ことを申し込んだ。戦前から戦中にかけてのイギリスでの生活の中で、キャスリーンは家族や家族が属していたカトリック教会から次第に独立していった。この時期、キャスリーンは政治家のハーティントン公爵ウィリアム・キャベンディッシュと恋愛関係になった。ハーティントン公爵は第10代でボンシャー公爵エドワード・キャベンディッシュの長男であり、その後継者であった。 二人は、キャスリーンの父が、中英大使に任命され、一家で、ロンドンで住んでいた時に知り合った。二人はキャスリーンがイギリスに戻ってから再会したが、二人が付き合うことについて、キャスリーンの母のローズは、反対していた。ローズが反対していたのは、二人が結婚すると、キャスリーンの子供はカトリックではなく、英国国教会の信者として育てられることになり、それは、 カトリックの戒律に反することになるためであった。ローズはキャスリーンをハーティントン教から遠ざけ、結婚の可能性を先延ばしにすることで、二人の関係を操作しようとさえした。しかし、それを乗り越えて、二人は1944年5月6日に結婚した。結婚式は、キャクストンホールの登記書で行われた市民婚式だった。ケネディ家で、 結婚式に参列したのは兄のジョセフ・ P ・ケネディ・ジュニアだけだった。ジョセフ・ジュニアはアメリカ海軍の将校で戦時中にイギリスに派遣され、そこでハーティントン卿と友人になっていた。時系のジャックは南太平洋で上官していた昇海魚雷艇が日本海軍の駆逐艦に衝突され沈没した時に追った腰の怪我のためにまだ入院中であり、 弟のロバート F ・ケネディは海軍の訓練中でいずれも参列できなかった。1944年8月12日、兄のジョセフ・ジュニアはヨーロッパでの極秘爆撃任務中に英仏海峡上空で飛行機が爆発して死亡した。結婚によりハーティントン公爵夫人となったキャスリーンは夫のハーティントン教と共に夫がフランスに出征するまでの5週間弱を共に 過ごした。結婚から4ヶ月後、兄ジョセフ・ジュニアが戦死してから1ヶ月も経たないうちに、夫のハーティントン教はベルギーでのドイツ軍との戦闘中に狙撃兵に撃たれて戦死した。その遺体は遺族の領海のもとに戦死した場所の近くに埋葬された。ハーティントン教とキャスリーンの間には子供がいなかったため、ハーティントン教の弟のアンドリューが、 デボンシャー公爵の相続人となった。ロンドンの社交界で人気を博し、その高い精神力とウィットで多くの人から称賛されたハーティントン公爵夫人は、やがて第8代フィッツ・ウィリアム伯爵と恋愛関係になった。フィッツ・ウィリアム教は妻との離婚を進めていた。ローズ・ケネディは娘の再婚に反対の意を示し、キャスリーンに対し、 フィッツ・ウィリアム教と結婚したら、感動し、経済的にも断絶すると警告した。1948年5月、キャスリーンは、父がパリに出張することを知り、フィッツ・ウィリアム教との結婚に同意してもらうために、パリへ父に会いに行くことにした。ダービーシャー州遺伝送のセント・ピーターズ教会にある、キャスリーン・キャベンディッシュの墓。 地面に埋め込まれた石板には、第35代アメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディが、母さんした胸が書かれている。破壊紙には、ジョイシー・ギブン・ジョイシー・ハズ・ファウンドと刻まれている。1948年5月13日、キャスリーンとフィッツ・ウィリアム卿は、飛行機でパリからコート・ダジュールへ、休暇に出かけていた。乗っていた機材は、デハビランド DH-104 ダブだった。 飛行機は午後3時30分に離陸し、高度1万フィートに達した。飛行開始から約1時間後、暴風雨の中心に近いビエンヌ地方に入ったところで、無線連絡が途絶えた。4人の乗員は、20分間、小さな飛行機で、数千フィートも上下に揺れる、激しい乱気流に耐えていた。ようやく雲を抜けると、飛行機が急降下して、衝突寸前であることが瞬時に分かった。 急に引き上げようとして、乱気流のストレスと急激な方向転換により、片方の翼が外れ、続いて両エンジンが外れ、最後に尾翼が外れた。胴体は数秒後に地面に落下した。墜落地点はフランスアルデイシュケンサンボジル近郊の高原で谷間に騎士を下にして墜落した。キャスリーンはフィッツ・ウィリアム教と共に死亡した。 キャベン・ディッシュ家が手配した葬儀に出席したのは彼女の父親だけだった。ローズ・ケネディは娘の葬儀への出席を拒否した。弟のロバート・ F ・ケネディは1951年に生まれた長女に姉と同じキャスリーンという名前をつけた。2018年、ケリマハーがキャスリーンの人生を小説化したザ・ケネディデビュータントを発表した。この本はニューヨーク・ポスト紙の 今週のベストブックに選ばれるなど、好評を博した。1977年のテレビ映画ヤングジョーでは、ダーディーンカーが、1990年のテレビドラマザ・ケネディーズ・オブ・マサチューセッツでは、トレイシー・ポランが、1993年のテレビドラマ JFK ・レックレス・ユースでは、ロビン・タニーが、キャスリーンの役を演じている。ありがとうございます。